つまり何て言ってるかというと、俺 TPP 関係ないからと。俺 TPP なんか知らないもんって感じですよ。たまきチャンネル。はい、皆さんこんにちは。たまきゆういちろうです。今日もこの日本ヤバいシリーズを皆さんにお届けしたいと思いますが、今日のテーマはですね、日米関係、特に貿易通商問題について取り上げたいと思います。たまきチャンネル。まずこういう言葉は皆さん聞いたことありますかね。TAG ね、あとこう TPP、 あと FTA、 これもアルファベットが3つ並ぶとね、もう訳がわからないと思います。まずこの TPP はですね、トランスパシフィックパートナーシップといって、もともと12カ国ですね、まあ日本を入れた12カ国で大きなこう経済連携のルールを作っていこうということで、まあ一応合意したんですけど、こっからですね、アメリカさんがですね、 USA っていうか、まあむしろトランプさんですね、トランプさんがですね、こう位置抜けたんですよ。これ抜けちゃってですね、この12カ国だったのが今11カ国になってます。でこれを今 TPP11 とよく呼んだりして、この TPP アメリカ抜けちゃったんですよ、トランプさんね。何かこの自由貿易はアメリカが損すると、ね、他の国ばっかりアメリカの市場に入ってきて、周りばっかり良くて俺たち損するばっかりじゃないかと。でアメリカの雇用が、あるいはまた生産が失われるということで、アメリカ抜けちゃいました。で FTA って何かというと、これはですね、フリートレードアグリーメントといって、まあフリーっていうのは自由ですね、トレードっていうのは貿易 でアグリーメントっていうのはまあ合意ですね。まあよく FTA の場合はですね、2国でこう結ぶことが多いんですけど、まあ日米の FTA、 それだとまあこう2国間で合意するということなんですが、アメリカと交渉するときはですね、やっぱ大きな国ですから、アメリカ、日本はちっちゃい国で、ちっちゃい国他にもあります。だから1対1でやると常に不利になって負けちゃうと。だからこのアメリカ対多数でやろうということで、まあ、結んだんだけど、アメリカから抜けちゃったので、じゃあどうするんだというと、アメリカはね、二国間でやろうよ、ということを安倍さんに実は迫ってるわけですね。でも今まで実は安倍さんは何て言ったかというと、いや、FTA はね、やっぱりやられちゃうんでダメで、やっぱり TPP しかないんですよ、と。こっちはしませんよ、って言ってきたんだけど、抜けちゃったんでね、アメリカはもうこれやろうって言ってきてるわけですよ。でも安倍総理としては FTA はやりませんと言ってきたので、どうしたかというと、新しい言葉を考えたんですよ。 TAG というですね、トレードアグリーメントオングッズって言ってですね、要は物品に関する貿易合意と、まあ、直訳するとこういうことですね。でこれ何が違うんだというと、FTA はこういろんなものについてね、サービスも含めて、広く合意をするのが FTA で、トレードアグリーメントオングッズなので、一部の物品だけに限った合意なんですよということで、こういう説明を実はしてたんですよ。でも、その後ですね、もうこの言葉使わなくなってます、今。安倍さんもさすがに。なんでかというと、もう嘘だからです。で一部のものだけについて、こう、非常に小さいですね、協定なんですよって言ったけども、アメリカ側は、もうこれ FTA だよと言っちゃってんですよ、向こうもね。こう、トランプ安倍のごまかしが TAG だったと。いうことで、まあ、ちょっと冗談で言ってるんですけども、実際はこの FTA 交渉をやってると。トランプさんがこの前ですね、日本に来た時、なんて言ったかというと、こういうことを言ったんですよね。これちょっと新聞でも有名になりましたけれども、7月の選挙の後に私は大きな数字を期待している。ん？これは何なの？と。しかも農産物と牛肉ですから、要はね、関税をもっとのけてアメリカの牛肉がどんどん日本に入ってくるようにしろということを言ってるわけですよ。農産物もね。そしたら日本の農家どうします？やっぱりそう責められて、だんだん日本の農業、農家が廃っていくわけですよね。そして今月は何月ですか ?8 月ですね。来月9月。トランプさんこうも言ってるんですよね。8月に大きな発表があると思うと。安倍さんと一体どんな約束してんだと。
で、ここはぜひね、国民の皆さん、特に今農家の皆さんはね、注視してもらいたいんですけども、その TPP を超えるものは絶対受け入れないということを言ってましたしね、自動車についても、その、数量規制みたいなことは、まあアメリカに輸出する数量を規制するなんていうのはね、絶対言っちゃダメなんですよ、これは。で、こういうことが盛り込まれるかもしれないので、そこはぜひ皆さんにね、よく、注意をしてもらいたいと思います。で、ポイントはですね、やっぱりこのね、TPP。この TPP を、で、一旦、まあアメリカも含めて合意したんですが、これをですね、TPP を超えるですね、妥協が、まあ妥協というか譲歩ですよね。が行われるかどうか。ここがポイントなんですよ。で、安倍さんは、いや、アメリカもね、ちゃんとこの TPP を超えるような、要求はしないし、この範囲の中で収めるってことをすでに合意してると言うんだけれども、これに関してもね、すごいですよ、トランプさん。なんて言ってるかというと、安倍さんがこの前、首脳会談で、記者から質問を受けて答えている、その遮るようにですね、なんて言ったかというと、まあ、こう、ちょっと英語で言った方が、ちょっと、強いんだけど、こう、I have nothing to do with TPP, okay? Nothing to do. I'm not bound anything that anybody else signed with respect to the United States. つまり、なんて言ってるかというと、俺 TPP 関係ないからと。全く TPP には縛られないし、この、誰か他の人がね、サインしたもんには全く縛られない。誰か他の人ってこれ、オバマ大統領なんですよ。で、その TPP の範囲内に収めると、日米で合意したとか言うけどね、俺 TPP なんか知らないもんって感じですよ。トランプさんはね。だから、日本の国内ではですね、この TPP の範囲に収まるとかって説明してますけども、今回、貿易交渉、当初 TAG、トランプさんと安倍さんのごまかし交渉はですね、実は大きな譲歩を農産物やとりわけ牛肉、これでする可能性があると。TPP をさらに上回るような譲歩をですね、求められる可能性が、出てくる可能性が高いので、ぜひこれを皆さんね、ここ数日の動きを注目していただきたいと思いますし、もしそういうことが出てきたとしたら、秋の臨時国会では、この日米関係の問題については、厳しくやりたいと思います。玉木チャンネル。我々は、自由貿易は進めればいいと思います。ただ、やはり双方の国に一定程度、配慮しながらですね、進めていくことが大事なので、とにかく一方のものを単に受け入れて、しかも農産物、これ、どんどん安い輸入牛肉とか輸入農産物が入ってくると、やっぱり国内の農家はね、やっぱなかなか大変ですよ。そして今地方ほど人口が減ったりしている中で、地方にとってはやっぱ基幹産業、一次産業ですから、ここがですね、やっぱ元気がなくなってくると、日本全体の元気がなくなるということで、この問題は農家以外の方にもぜひ注目をしていただいて、まさにアメリカと日本の今の力関係が厳しく問われる、そんな局面を迎えておりますので、ぜひこの日米通商交渉注目をいただければと思います。はい、それでは皆さん、チャンネル登録お願いします。